こんにちは、篠田敦史です。今日はスタンダードをやるときに、その選曲というか、こう選ぶ基準を思うところを話そうかなと思ってます。セッション行くとよくやる曲ってある程度決まってますよね。定番曲ってこう曲集とか、今だったらジャズスタンダードバイブよく使われてると思うんですけれども、でも実際やる曲ってその中のさらに絞られた部分ですよね。この選曲はよくやるからっていう理由で、まあ合わせてもいいんですけどね、合わせてもいいんですけど、練習するモチベーション的にそれどうですか？好きな曲やりたくないですか？みんなこう聴いてるね CD とか違うと思うんですよ。なのでそれぞれの定番って違うはずかなって思ってます。それこそ例えば僕初めてジャズで買った CD、 ウィントン・ケリーのフルビューっていう CD だったんですけど、当時中学生かな高校生かな、まあお小遣いも限られてるし、とみたいな YouTube とか Apple Music かそんなものなかったから、限られたそれしか聴けなくて、その1枚をひたすら聴いてたんですけど最初ね。でその1曲目が I Want a Little Girl っていう曲 で何の知識もないから、で1曲目に入ってるし、で1曲目に入ってるとなんかやったらこう聴く回数増えません？なんか1枚聴いてて最後までたどり着かないでこう終わる時とか、まああるかなって思うんですけど、のせいで最初それなんか定番というか、自分の中ではすごくこう馴染み深い曲、こういう曲です。今だから分かりますけど、全然定番じゃないですよね。他にやってる人知らんし、そういう曲集当然載ってないし、あでも僕は個人的にすごい、まあ、思い出ある CD だし、すごくね、でやっぱりその時いっぱい聴いたから、そのフルビューというかウィントン・ケリーのイズム地じゃないけどはやっぱすごく大きく根底の部分にやっぱあると思います。僕にとってのジャズってそれだったので最初ね。でその好きな曲とかだと熱心に勉強しようって思うと思うんですよ。でセッション、まあね、みんなと一緒にやるからみんなが知ってる曲ってあっていいと思うんですけど、プラスやっぱりこう自分の好きな曲っていうのは個人的には仮にセッションでやんなくても勉強することにすごく意味があると思うし、それがこう個人個人の個性とかにもなってくると思うんですよ。曲から学ぶこともね、僕はすごくあると思います。ソロだけじゃなくてその作曲からで、そこからこうメロディーの作り方だったりハーモニーもすごくアイディアが得られると思ってて、例えば、まあ、僕たびたびチークコリア好きって話してますけれども、あのスリーカルテットっていう CD があって、それすごい好きなんですけど、エディ・ゴメスとスティーブ・ガットとマイケル・ブレッカーかな。ちなみに僕はそのリズムセクションめっちゃ好きです。スティーブ・ガットとエディ・ゴメスと一緒にやってるチーク・コリア、あとフレンズとかその辺はそのリズムセクションなんですけど、スリーカルテットね、全部でこう組曲みたいになってて4曲になってるんですけど、レコーディングがスムーズすぎてボーナストラックを入れたみたいな。でその中ではチーク・コリアがドラム叩いて、マイケル・ブレッカーがサックスでデュオでやってるコンファメーションとかやってて、それは面白いんですけど、その中のおまけの一曲にフォークソングっていう曲があって、それすごい好きなんですよ。あのこの曲ね、当然ですがセッションでやることなんてないし、あちょっとやっぱ複雑だしね。でも例えばですけど、こうすごい最初シンプルなただのトライアドの、しかもなんだろう、あ展開系で弾いてるんだみたいな、なんかすごいかっこよくエキゾチックに聞こえてるけど、こう弾くとチックのあの感じになるんだみたいな、そういうんだとボイシングとかは曲の中から結構真似することが僕は多くて、あれとかも好きですね。カプチーノかな、フレンズっていう、まあ、チェックリアですけど、カプチーノっていう曲があって、その中で
フリジアンのボイシングを弾いてて、あーなんかこれだとあの例のチックの音がするんだみたいな。でこれも普段の中で使う機会あるかって言ったらそんなに多くない。まあ作曲とかだったらあれだけど、自分が何が好きかだから、勉強するものをみんながこうだからってマジョリティに合わせるのを優先しすぎちゃうと、あのそうそう、ここ大事なんですけど、それもやっぱ大事だと思うんですよ。なんでかっていうと、こうみんなの共通言語ってあるから、そのジャズでコミュニティの中にいようと思ったら、みんなが知ってることはやっぱりこうそのコミュニティの中で生きていくには必要です。皆さんが、僕がね、何言ってるか分かるのは、僕がちゃんとこの日本という国のコミュニティの中のその共通共用語言語を使ってるから分かるのであって、それを僕がなんか急にすごいクリエイティブに厚志語を作ったところで、それをお前ら厚志語勉強しろやっていうふうには言えないわけですね。僕一人しか使ってないんだから。なんですが、こうジャズね、勉強していく中で全部をそのみんなに合わせちゃうと、一個はちょっと楽しくないというか、モチベーション的にもどうですか。あとそこで勉強したものって、あの別にスタンダード、いわゆるそういうスタンダードを弾いた時に、別に生かされないわけじゃなくて、生かす方法はあります。工夫でやる方法をいくらでも見つけられます。例えばさっきのフリジアンみたいなボイシング、そのみんなに迷惑かけない程度でやれる方法とかも探すわけです。例えばフリジアン的な、フリジアンで考えたボイシングですね。まあメロディーとも絶対ぶつからないし、ソロ取る時の問題ないようになってるので、でそんな奇抜に聞こえないし、その当たり前に弾く部分にこうちょっと自分流が出せるようになると、同じ曲弾いても今みたいにステラだって絶対やる曲ですよね、自分バージョンにちょっとずつねできるようになるので、好きなものの勉強、それがその本当に実際の中で汎用性のある勉強じゃなかったとしても、僕は好きなことの勉強はある程度ちゃんとこう量確保しとくべきかなとは思っております。ということで、最初ねセッションの選曲の話っていう話からこんな風にもなりましたけど、もう自由に僕は選んでほしいなって思います。最近僕の生徒さんでもそれで好きなピアニストが見つかって、その CD からいろいろ曲持ってきたりして、僕が全く知らない曲持ってきて、でも確かに譜面があるからどうやらスタンダードらしいんだけども、一回も聞いたこと、タイトルすら知らないような曲持ってきて、あでもいいなと思いました。その自分の好きが分かって、あこれをやりたいっていうのはすごく健全な姿勢だと思います。ということで、長くなりましたがご視聴いただきましてありがとうございました。